はい、どうもさん、こんにちは、もじ TV です。効果ブーニングルーム2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、大会になるんですけれども、いつもネイマル杯という大会に参加させていただいてるんですけれども、今回はですね、ムラーサンカップという別の方が主催している大会におもじ TV 参加してきました。はい。で、ムラーさんという方がね、主催されてるんですけど、ツイッターの方を、ムラーさんのツイッターの方を、ね、概要欄の説明欄の方にね、載せておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、この大会今第7回までやられているということで、結構長い大会で、まあ、歴代優勝者の方であったりとか、主催者招待枠、そして主催者が、推薦枠とか、あと前回大会ベスト8枠とか、予選大会 ABC ベスト8枠とかいった感じで、かなりね枠があるんですけれども、今回おもちゃ TV は主催者招待枠で呼んでいただいて、この大会にね参加してきました。なので、基本的に多分皆さんが参加するとしたら予選大会からかな、こちらの方に。そうだね、多分ツイッターで予選大会募集してるんで、予選大会の方からそちらの方を出たいですみたいな感じで、まあなんかエントリーして、そこから多分本大会、勝てば本大会に行けるみたいな感じだと思います。で、まあ本戦の方はですね、48名の方が参加されてるみたいな。今回48名、まあ、予選を含めると250名の方がね参加されてるとおっしゃっていたので、戦う相手がいきなりそうですね、おめでそうさんという方で、まあ、かなりねもう知られてる、強者で知られてる方なんですけれども、一応チームパワーが2600以下という制限があって、はい、まあ、こういった感じの褒めを取ってるんですけど、ちょっとねクリスチャン・ロナウドが真下を向いてしまったと。ムバッペも下だったねそう、斜め下ということ。おめでとうさんがこういった褒め、そうですね、この前はシメオネでね、クレマとかは、ね、うん、したけど、まあ、ここはジョルジュ・ジェイスということで、ね、まあ、こっちは、シメオネではなく、フィリペ・スコラーリ。そう、今結構ハマってる監督で、いろんなね、あのオンラインとか、オンチャルとかでも結構使ってる監督です、ね。まあ、シメオネはね一回もう結構そう、もう終わったっていうか、優勝して、そう、まあ、結構飽きたっていうあれもあるんで、まあ、新しい監督でね、そうそう、あのやっていこうということで、このスコラーリを、うん、初期やってます。ただこのスコラーリの、お、いいね、惜しいな。スコラーリのその唯一、要はまあワントップの監督の時に大切なのは、トップの選手が死んでしまうと結構厳しいと。そうだね、あのツートップとかの場合はね、片方は死んでても、まあ片方の代わりいるんですけど、ワントップの場合ってなかなかあの絶不調とかなってしまうと厳しいっていうのがあるんで、うん、まあ、ここがちょっと今回スカット作る際難しかったところだね。そうだね。で、特にやっぱ2600以下なんで、まあ、とつってる選手とかを大幅に入れることはできないんで、まあ、どっかでちょっと我慢というか、うん、何か節約しないといけない、うん、ところがあるんで、今回だとどこの部分節約してるんだっけ、スカットだと。一応だからメッシとクリシャロナウドが6突のが入っちゃってるんで、うん、その時点でめちゃめちゃ高いんで、控えの要は機械に銀玉が 2人いるんだよね。あ、なるほどね。レナルド・サンチェスとプリシッチ。だもうそこでまずまあ使える銀玉で、消費して、うん、ね、節約して、あとはミュラーとかもとつってない方の1レベのミュラーですね、1レベのミュラーとかにしてると1レベのラモスとかを使って言った感じでって感じなんですけれども、まあ、ちょっとロナウドがね、あ、斜めだったら使ってたんですけど、あ、斜めだったら使ってたね、真下がね厳しかったね、さすがに真下だとロナウドでもっていうのがあるんで、うん、まあ、ムバッペも使うっていう、斜め右ですけど、うん、まあ、ムバッペがただねムバッペも斜め右やったのがね、そう、まあ、横だったらまだ良かったかなといった感じで、まあ、ここでね、まあ、相手の方もかなり、突っ込んでこない守備、ね、してくるといった感じでね、まあどうだろうな、まあ結構ゴール前まではいけてるんですけど、クリバリ、バイリの壁が高かったね、マノラスとかの壁が高くて、うん、シュートまでなかなか生かしていただけないといったところで、どちらかというといつも結構この前のフレマの時とかもそうだけど、向こうの人の方が結構ワンタッチパスが多かったけど、うん、そうだね、今回こっちの方はかなりワンタッチパス使ってたかなという感じですね、うん、そうだね、ここでサラさあ、ここがもういい位置取ってんね。ここが怖かった。いや、これ入って、これ超ラッキーだった ね。で、うん、まあ、パウリーニョをね、おもちゃ TV を練習ミッドに引いてるといった感じで、スコラーレの場合だとね、フォアチェックなんで、かなりラインが高いんで、さあ、まあ、ここがね、ちょっと、しないといけない、もうちょっと、溜めて、
まあ、ゆっくり攻めてもよかったのかなっていう感じは。うん、まあでもここまで入れば結構攻めまではいってるんで、こういう風に、まあ、いい形にはなってるんですけど、ちょっとここで取られちゃってね、もう一つアイデアがあるとさらに攻撃の厚みよかったのかな。これね、これとかも打たないでムバッペにワンタッチで落としてもよかったかなっていうシーンなんですけど、焦ってね、うん、シュート打っちゃってますね。まあ、前半0-0、前半的にお互い硬い入りで、うん、前半の前半はですね、結構やっぱりなかなかいいサッカーできてたのかなって感じなんですけど、まあ、読まれてきたかなといった感じで、相手の方が慣れてきてケアされちゃったかなという感じで、まあ、ミュラーをね、もうムバッペ変えてセカンドトップでレベル1のミュラーをここで投入していくと。さすがにまあ、ムバッペワントップだとなかなか張れないなっていう。そうだね。まあ、マノラスとかとね、その、無理だな。マッチアップしちゃうと、まあ、相手の、そのマノラスとかが結構やっぱ強いんで、ムバッペだとちょっと取られてしまうと。まあ、調子普通だったらね、まだ全然良かったんだけど、まあ、そこの場面もあるんで、相手の方オバメをね、後半にバカンビューに変えてオバメを入れてきてますね。うん、ここで、ここでのね、要は、メッシをここ上がらせる必要ないんじゃないかなっていう、ここで結局取られちゃってるんで、メッシをあそこでワンツー入れないで、もうちょっとゆっくり組み立ててもいいのかなって、まあ、やっぱりどうしてもね、前に前に行きすぎちゃったかなっていうのが。まあ、ワントップの監督なのに、まあ、ちょっと早かった、ね。攻撃が全体的に早かったのかなっていう。もうちょっとスローでもよかったなっていうのが見ればわかりますね。まあ、あとパスが結構、はい、まあ、ずれるというか、まあ、そこになっちゃったんで、ここね、まあ、もうちょっとねスコラーリのタイミングに合わせてあげればね、いい勝負っていうか、う、ね、まあ、このまだ 0-0、だったんですけど、前半でもねかなり惜しいシーンが作れたんじゃないかなと言った感じですが、ね、まあ、ここら辺はねまだやっぱなんつうんだろう、スコラーリに慣れてないっていうかね、今模索してる、ね、模索してる感じなんで、まあこれからね、まあこの監督で結構やっていくというか、そうだね、まあ大会とかでもね、うん、ちょっとやっていこうかなといった感じなんで、ここも ね残していきたいよね、できれば。さあ、ビダルからウィリアンで、これね、オバメ入った時にこれね、ボアティングのカーソルがね、なんか変なとこ行っちゃって、まあ、メッシにフリーで打たれてね、ワンツーでやられていっちゃったっていうところで、さあここで1点を取られると、ね、まあ、後半のねこの途中の1点ってなかなか重みがありますね。厳しいね。結構厳しいなこの感じってなるんですけど、まあ、ここでちょっと選手交代、まあ、見てもらえば分かるんですけど、サラーネイマール使ってて、まあ、メルテンスが唯一いるといった感じ、あとねプリシッチとレナト・サンチェスっていった感じなんで、ここをね、まあ、他のんーどうだろうな、だそうするとやっぱりあれだもんな、メッシとかロナウドとか連れてもらえなくなっちゃうから、まあ、ちょっとスカット選びの時点でちょっと、まあ、もしかしたらメッシとクリスティアーノに比重を置きすぎたっていうのはそれはあるかもしれないね。やっぱね、クリロナがね絶不調になるとは思わなかったから。いや俺あんまりないんだよね、クリロナ不調はあるんだけど、真下向くってことは本当めったになかったから、いけるかな思ったんだけど、結構厳しかったかな。まあ、スカット作るよね時点でね、ちょっと、ダメだったのかもしれないね。まあ、2600とかの縛りも、まあ、今回初めてね、ちょっと参加してみて、うん、まあ、ちょっとそれはそれのね、やっぱね、なんつうのかな、難しさというか、そうだね。そういうね、まあ、うん、普通、この前出た、ネイマール杯の場合は、チームパワー関係ない、感じだったんで、まあ、自分の持ってる選手、好きな選手ガッて使えてたんですけど。ここもね、中切ってるんですけど、やっぱオメイソーさんの上手いところですよね。オバメヤンで、あれ、折り返さないようにボアテングで上手い具合に切ってて、ニア打ってくれればワンチャン止められるかなと思ったんですけど、ゴール直前で体の向き変えられて、流されると、うん、あれは本当にうまいところですよね。まあ、この時点で 2-0 だとね、もうだいぶ、まあ、相手の人もかなりうまい人なんで、うん、なかなか1点を早く取りたいと言った感じなんですが、ね、まあ、ちょっとワントップの監督上そんなに早くね、カウンターみたいな感じで取れる ね監督じゃないんで、でももうちょっとカウンターをやろうとしてる感じで、うん、ここまでいいんですけど、要はここ入った時にこうなっちゃうんだよね、うん、結局ここはでもなんか持って打ってもよかったぐらいだけど、まあこの時点で ね、ちょっと2点取られてるんで、まあちょっと焦りが ね、まあ出てきてると言ったところで、ここ、ね、要はゆっくり見て外して、これもう一個生きてやってるんですけど、やっぱりあのクリバリの相手の方の守備が結構絶妙にうまくて、どっちにも行く距離取ってたんで、まあワントップの、戦い方というか、ワントップの時の守備の仕方がすごい相手の人がうまかったんで、まあ、こっちがワンツーで走らせてもほとんど効果的ではなかったかなっていう。あれ多分ね、結構オンラインとかだとうまくいってるんですけど、やっぱうまかったですね。もうどっちにでも行く距離を取るっていうのが非常に守備がやっぱうまい方なんで、ここら辺もね、やっぱ焦っていっちゃって、まあ結果的に 2-0 でね、
負けちゃったといった感じなんですけれども、まあこれからもちょっとスコラーレをね、やっぱもうちょっとまだまだ勉強して、大会とかの方でもやっぱ結果残していけばいいかなと。まあ1回戦敗退だっていうことでね、ちょっとね、これ他の、まあ大会のね、勝ち上がんないと他の要素乗せられなかったんで、そう1回で終わりということで、ね。まあ、1回戦とか、まあ、2回戦なんですけど、1回戦シードで、うん、で2回戦が森下さん勝ち上がってきて、まあ、2回戦に当たったっ。1回戦シードだったのね。そうで、まあ、この他にもですね、この大会、ボックンゲームさんとか、はいはいはい、企画ゲームさんとかも出てて、多分そちらのチャンネルの方でもね、多分様子っていうのは上がると思うんですけれども、ちょっと残念ながらね、おもちゃ TV の方は、初戦とか2回戦敗退といった形で。3回か4回戦ぐらいまで見せたかったけどね。なってしまったんですけど、まあちょっといろんな人の動画を撮りたかったんですが。まあね、ただまあこの大会もやっぱりまあ予選大会からやられてて、うん、まあもう本当に総勢250名ぐらいの方が出られてる大会で、まあネイマール杯とウェブ村さんカップっていうのは、Twitter では結構大きな大会みたいな感じでなってるんで、ちょっと結果残したかったんですけど、まあ、残念ながらね負けて、まあしょうがないね、相手もかなり強い人なんで、うん、本当にもう知られてる方なんでね、ちょっとしょうがないんですけど、まあ次の大会ぐらいまでにはちょっとまたスコラーリをもうちょい詰めて、勝てるようなサッカーをねしていければいいかなと思います。そうですね、ということでまた次回でお会いしましょう。さらバイ。